なぜだ。中国人は日本を恨んでいるのになぜ日本を訪れるのか、イコール中国報道。中国人にとって日本は人気の渡航先であり、中国で長期連休となるたびに多くの中国人が日本にやってくる。日本政府観光局 JNDO によれば、2016年に日本を訪れた中国人客の数は過去最高の637万3000人に達し、前年に対する伸び率は 27.6% に達した。イメージ写真提供 123RF サーチナ。